カーボベルデ軍はカーボベルデの軍隊である。参謀本部、国家警備隊、沿岸警備隊から構成されている。過去には、アン -26 を運用する独立した空軍が存在したが、2020年現在、航空部隊は沿岸警備隊に含まれている。総兵力は1200名。重装備はほとんど保有せず、憲兵隊と、 沿岸警備隊を中心とした編成となっている。国内の治安維持と領海の警備が主な任務となっている。麻薬問題などではカーボベルデ警察と共同作戦を行うこともある。1981年にアテネ国際空港で撮影された旧カーボベルデ空軍の案 -26。ポルトガル領時代にはポルトガル軍の小規模な守備隊が配備されていた。その一方で、 1956年に結成されたカーボベルデ出身のアミルカルカブラル率いるギニアカーボベルデ独立アフリカ等に参加するカーボベルデ人も現れた。しかし、その活動地域はギニアビザウが中心であり、ギニアビザウ独立戦争においてカーボベルデが戦場となることはなかった。なお、PAIGC カーボベルデ支部は独立後の1981年に カーボベルデ独立アフリカ党として分離している。1975年の独立の際に国軍としてカーボベルデ人民革命軍が創設。上記の PAIGC カーボベルデ支部の軍事部門が前進となった。1990年代には f a ー p からカーボベルデ軍に故障が変更された。2000年代にはカーボベルデ警察とともにカーボベルデを 中継地点とするコロンビアから、オランダやドイツ間の麻薬密輸組織の壊滅作戦が2010年まで行われた。編成は以下の通り、地域コマンド第1第3まで3管区に分割されている。カーボベルデ国家警備隊の海兵隊員、ミンデロ市内を警備する、カーボベルデ国家警備隊の憲兵隊員任務部隊、装備カーボベルデ沿岸警備隊のグアディを紹介艇。 兵装しているのはイギリス海軍のアーガイル艦艇航空装備、カーボベルデ沿岸警備隊のドゥー228、保有機体は以下の通り。2016年4月25日、サントドミンゴ市のモンテチョタ中トン地において兵士による自動小銃乱射事件が発生。兵士8人と民間人3人が死亡した。発砲した兵士は、 AK-47 で武装したまま逃走したが、軍と警察の共同捜査によって2日後に、首都のプライーで逮捕された。ジョルジェ・カルロス・フォンセカ大統領は、事件は政治的な背景によるものではなく、個人的な冤婚によるものと発表した。ありがとうございます。